ちが集まってくれてます。プレミアの言う通り、人が人を支える思いの強さというのは大事。よう、NPC を守りながらネームドモンスターを倒した人ってあんたたちだよな。他のプレイヤーと違うことをしてるってのがかっこいいなって思ってたんだよ。ありがとうなのかな。困ってるって人がいたら放っておけねえ。俺たちがいればなんとかなるから、大船に乗った気でいてくれよ。まったく調子乗ってでかいこと言うんだから。どこまで力になれるかわからないけど、協力してほしいって聞いたから参加させてもらうね。ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。イチコル姫、俺たちも協力するよ。イチコル姫、最近街で声をかけても走って逃げちゃうから寂しかったんだよ。知らない人に声をかけられたら走って逃げるを実行していました。そんな釣れないところも姫のいいところだよ。一応戦闘に協力するために集まってくれたみたいだし。では警戒だけしておきます。なんだかいろんな人が集まってくれてものすごく心強いね。この世界にはさまざまな人がいる。そうした人たちと支え合う分だけ可能性は存在するのよ。可能性というのは本当にたくさん広がっている。よっしゃ、それじゃあそろそろレイド戦開始といくか。なあみんな行くぞ。
影取り頼む。よかつけ。
ここから先は本当に何が起きるかわからない。あとは俺たちだけでプレミアとティアを助けるんだ。私の可能性が導き出された場所。ティア、プレニア。人は信用できない。私は一人のまま答えが見つからない。ずっとこの可能性が決められている。誰からも必要とされない。永遠に続く孤独、寂しさ。ティア、あなたはもう新しい可能性を見つけられる。人とのつながりを知ったのだから。プレミア、そう、私は可能性が広がることを知った。私はもう一人ではない。みんな協力してほしい。縛られた可能性を断ち切るために。もちろんです。ああ、協力するよ。人は信用できない。私を必要としてくれない。私は信じる。支えてくれる人たちを。行くぞ。ティアだけじゃない。プレミアや俺たちみんなの可能性のために。私に流れ込むあの悲しい意識は今はもうない。定められた可能性を断ち切ることができた。これからは新しい可能性を一緒に探しましょう。
支え合うこと、それを一度は拒絶したのに、今はこうして受け入れることができる。人を思う力というのはとても強い。なあ、俺もそう思うよ。システムアナウンス。プレイ中の皆様に運営よりお知らせです。緊急メンテナンスの時刻の10分前となりました。これよりログインしているプレイヤーは自動的にログアウトが行われます。プレミアちゃんたち大丈夫だよね。データの干渉は断ち切ることができたんだから、消されたりなんてしないよね。それは正直に言うとわからない。直前までデータの干渉が行われていたわけだし、ログが残されていて運営に知られることも考えられる。そんな、ダメだよ。二人が消されちゃうなんてそんなのないよ。プレミアちゃん、ティアちゃん。ねえ、なんとかできないの？ここでお別れなんてやだよ。運営に直談判。いや、余計にダメよね。いいアイデアが浮かばないわ。みんな落ち着いてよ。私まで不安になるじゃない。大丈夫です。可能性はたくさん広がっています。支え合う人たちがこれだけいて、この先の私たちの可能性が悲しいもののはずがない。今の私はそれを信じている。つまり、また後で会いましょう。プレミア、ティア、なあ、そうだな。これからも俺たちは一緒にたくさんの可能性を紡いでいくんだ。はい。すぐ戻ってくるわ。また後で会おうぜ、プレミア、ティア。また後で。ティアと二人で待っています。いつまでも。こうして緊急メンテナンスによって俺たちはオリジンの世界から切り離された。人に影響を受け、それぞれの思いを重ねていったプレミアとティア。一度は離れた二人の心は、人を思う気持ちによって寄り添うことができた。 AI は人が作り出したもの。しかし、彼らや彼女たちが積み上げていく思いは、人のプレミアとティアが紡ぐ可能性は、そうしたことを俺たち人に教えてくれるだろう。絶景ポイントですね。こんなところがあるなんて知りませんでした。うん、私も。一日何時間もゲームに潜ってるゲーム大好きっ子じゃなければなかなか見つけられないわよ。おい、それ悪口だろ。やあね、褒めてるんだって。絶対嘘。今回のピクニックもまた楽しくなりそうですね。今回の索敵大会では誰が私を見つけられるかな。この前は結局時間ギリギリになっても誰も見つけられなかったから自分から出てきたもんな。いきなり私に覆いかぶせてきたのよ。本当にびっくりしたんだから。今度こそ私とパパのチームでストレアを探し出してみせます。さあさあみんな、ランチの用意ができたよ。おー、待ってました。今日
今日のメニューは僕とフィリアで考えたんだ。あー、どれもうまそうじゃないか。で、この細長いものはなんだ？それはね、サドンスネークっていう。待て、聞かない方が賢明な気がしてきた。さあ、そんじゃ早速いただくとするか。それじゃあいただきます。って、お食いしん坊さんの2人がいないみたいだけど。なあ、まだそこで景色を眺めているみたいだ。呼んでくるよ。ほら、2人ともランチの時間だってさ。わかった、もう少ししたら行きます。あ、なんだ、一目散に食事に飛びつかないなんて珍しいな。目の前に広がる景色をティアと眺めていました。とても綺麗で素敵なところです。増えたって前にも一度連れてきたじゃないか。私をですか？あれ、もしかしてあれってティアだったのか？この景色のように私たちの可能性は広がっている。そしてあなたがその広がりを教えてくれた。周りを見渡せば楽しそうな可能性がたくさんあるだろう。ええ、その中には私がそうありたいと望むものも。それを俺たちは夢って言うんだ。そして夢は追い続ける限り叶う可能性がある。夢では、それを追い続けることにする。俺もティアの夢が叶うよう協力するよ。本当？もちろん。あなたが協力するというのなら、もう夢は叶ったようなもの。え？ちゃんと責任は果たしてもらう。あの、責任って？うん、ティアが何を望んでいるのか分かりました。確かに愛人は複数いても理論上はいいそうです。しかしこの人の愛人は私だけだと決まっています。うん、でも協力すると言ってくれた。それでもダメです。ダメでも責任は果たしてもらう。二人とも落ち着いて、可能性は逃げたりしないからさ。それよりほら、ランチを食べに行こう。ランチは急がないとなくなっちゃうぜ。それは困ります。わかった、この話は一旦お預け。そうそう、仲良くピクニックを楽しまないとな。さあ、みんなのところに行こう。あの、ん？どうした？これからも可能性を、未来を紡いでいきましょう。みんなで一緒に。ああ、いくらでも付き合うよ。